マサルネガイデラは、埼玉県河野市本町八丁目にある浄土宗の寺院である。浄土宗の関東十八団林の一つであり、豪派天てる山吉田が院。本尊は、阿弥陀如来。市内上り戸地区にはもう一つの勝ちネガイデラが存在し、こちらの宗派は、真義真言宗である。浄土宗、第三祖吉田だが、鎌倉幕府第四大執権法上教授から、 三田郷松川家の地を寄進され、一右を混流したことに始まり、吉忠の死である勝ち願い院両弁にちなんで、勝ち願い寺と名付けられた。吉忠の没後は、門下の両赤月、定名組、両順が、鎌倉公明寺と当時の住職を兼任し、公明寺、第五世住職、両戦の時代には、両順の弟子、両位が当時の住職を務めたが、影響元年に、 領位が没した後は相続するものはなく、浄土衆寺院としての歴史は途絶えた。その後、室町から戦国時代にかけての戦乱によって、寺は荒廃し、宗派も新言宗へと改められた。なお、創建の時期については県庁を4年とも、生示元年とも、文英年間とも、文英元年とも言われ、松ヶ丘の地の寄進者については、鎌倉幕府第五代執権。 北条時寄りとする文献もある。天正年間、高僧の層誉れ清吉が当時を上り戸から、河野巣塾へと移設し、浄土宗の寺院として、最高に勤めた。天正7年、清吉の隠居に伴い武州松山城主、上田氏一族の出である、窓か誉丸富山が、当時の住職となった。富山は、学徳が高く、文禄元年2月に、 徳川家康が当時を訪れた際に、午前で訪問論議を行い、家康から銀や玄米や和紙を送られた。獲得に感銘を受けた家康はすぐに不残に帰還し、随行した稲忠正と稲忠家、牧野安成らに当時の段下になるように命じた。さらに、家康は三つ葉葵の使用を許可、慶長9年11月には治療30国を寄進し、 諸役免除となった。家康はたびたびコーノス及び当時を訪れていたが、江戸幕府二大将軍の徳川秀忠や三大将軍の徳川家光も、家康と同様に当時をモおでるなど、徳川家との関係は維持された。当時は清吉によって中高された当時から学問書、僧侶の養成機関として機能しており、関東十八団林が成立する以前の慶長を年の時点で、 江戸の増上寺、川越の蓮薫寺、鎌倉の光明寺とともに、団林の一つとして存在したものと考えられている。当時、浄土州僧侶の資格取得は関東の寺院に限定され、他の地域での取得は禁じられており、関東団林の寺院には、全国各地から修行像が訪れた。慶長11年8月、中高2世の窓か誉れ不在が、 古洋税天皇から僧としては最高位の真意を賜ると、その後も徳川家の日護のもとで、放送や瞑想を数多く輩出し、いずれも死を賜った。一方、勝ち願い寺の絵図によれば、江戸中期の放映5年には16棟ほどの修行像のための寮が立ち並んでいたが、文化、文政年間に編纂された。 新編武蔵風土機構では三棟と記されていることから、他の浄土衆寺院と同様に学問書、養成機関としての機能は次第に衰退していったものと考えられる。なお、本時の末寺としては、寛永九年の浄土衆所寺のとばりや元禄八年の浄土衆寺院有所書,書などによれば、下屋国の西岸寺、武蔵国小玉郡の延伸寺、同埼玉郡の保守章寺、 同足立群の十連寺をはじめとした四十家寺があり、勝願貝寺は、浄土宗の総本山である、地温院からの伝達事項を各自に伝える、触れ頭の役割を担っていた。江戸期の勝願貝寺の寺勢を象徴するものとして、本堂を中心とした仮覧がある。これは、家康の次男、結城秀康が、慶長5年9月の関ヶ原の戦いの、論功交渉により下佐国有期から、 越前国北の省へ移放された際、家康の命により有機城の御殿、墨矢倉、五代所、太古矢倉、築地三筋塀、下馬札を移築したもので、さらに有機城下の下厳寺にあった金も移築された。これらの建物の移築は、稲忠寺が作事奉行として携わったと伝えられている。御殿は114畳敷の大宝城、金の間、 96条時期の商法上、銀の間に分けられ、大方竹は将軍来法の際に使用されたことから、おなりの間とも呼ばれた。また、金の間には、家康の像が、銀の間には、黒本村と呼ばれる、秀康の念次物が置かれていた。平成10年、国立歴史民族博物館教授の岡田茂弘や、市の文化財保護委員らにより、 境内の発掘調査が行われ、本堂と大宝城を結ぶ柱穴、大型竹の礎石などが見つかり、御殿の存在が改めて確認された。明治期に入ると廃物希釈により寺税は低下した。さらに、明治3年8月8日深夜の風災により、有機御殿が全壊、明治15年の火災により、本堂、栗、首老、仁王門など多くの建物が消失した。 その後、明治24年10月に、本堂、大正9年11月に、二王門が再建され、昭和5年に、竜久志殿が建設された。毎年11月に、当時でも用されるお重屋は、鎌倉の光明寺や八王寺の大禅寺と共に、関東三大重屋の一つと称されており、多くの参拝者が訪れている。また、 境内の一部には、明治後期に常設グラウンドが設置され、自転車競技会や競馬競技会などのスポーツイベントを開催。大正から昭和初期にかけて、観光のため桜や筒子が植樹されるなど、高野ス公園として整備され、市民の憩いの場となっている。ありがとうございます。